こちら側のですね、AB 間の電圧を、V の AB、こういたします。で、この今ですね、こういうふうな、この方向をですね、電流の方向をプラスとしますと、104V ですね。ここの電圧はこことこうとこうで、生じしますんで、0.1 ですね、かけ、20A ですね。20A。それで、この V の AB ですね。V の AB。それから、ここですね。ここでのドロップは、プラス 0.1 かけ、20A がプラスで、反対方向ですね。こちら側がマイナス。10A マイナスです。はい。そうすると、ここは、2、プラス、V の AB プラス2マイナス1とこうなりまして、V の AB プラス3となりますね。そうすると V の AB は104V から3を引きます。101V と、こういうことなんですね。はい、それから続きまして、こちら側ですね。こちら側は、ここをですね、V の BC とします。で、これもですね、右回り、こうですね、これをプラスの方向としますと、104V は、ここでの電圧効果ですね、0.1、括弧、今度は、10A がプラスですから、で、引くことの20ですね。それから、V の BC。それから、プラスすることの 0.1 かけ10ですね。これ、ここの電圧効果これですね。はい、そうすると、これは1、マイナス2、プラス V の BC、プラス1ですね。はい、そうそう、これは V の BC と、これ 104V ですね。104V になりますよと。こういうことですね。で、まあ、このことでですね、わかることはどういうことかと言いますとですね、負荷がですね、負荷がですね、大きい方ですね。電圧は低くなるとということは、負荷がですね、小さい方はですね、高くなると、電圧が高くなると、こういうことなんですね。ということはどういうことかと言いますとね、現実ではね、例えばこちら側が、エアコンとします。で、これ夜中にですね、廊下灯がついてますと、エアコンを運転してるとエアコンの方の電圧は、まあ、落ちますが、こちらですね、廊下灯とですね、あるいは街灯、夜中について街灯なんかの電圧上がって、電球が早く切れますよということなんですよね。したがって、この負荷のですね、バランスということですね、考えて、ブレーカーへの、ここですね、ここにまあブレーカーがあるわけですけど、ブレーカーへのこの接続を考えて、やる必要があると。こういうことになります。